はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は麦焼酎、久々に。缶の子でございます。神の皮と書いて、缶の子と読みます。アルコール度数25度。容量が 720ml で値段が1200円ぐらい。本格焼酎。原材料が麦と麦麹。薩摩酒造株式会社、鹿児島県の、会社です。缶の子、良質の麦だけを原材料として、100% 単式蒸留で作られたものです。琥珀色なのは、当社独自の製法でじっくりと貯蔵熟成させた証。ロックや水割りでお楽しみください。となってます。なるほど。何年熟成なのかなこれな。書いてないですよね。実はですね、これ買う店にですね、売ってた店に、まあ、結構これどこでも売ってるんですけど、あれが売ってたんですよ。伝説の芋焼酎、じゃあ、麦焼酎の、あ3 years って書いてあるから、3年熟成だ、これ。あのですね、100年の孤独が売ってたんです。ですが、値段が1万ぐらいじゃなかった。とにかくクソ高かった。うわ、これあれだ。ほら。変わったあれ、コルクみたいな。これあれだな。ウイスキーのニッカウイスキーのピュアモルトと同じやつ。そしてこの牛乳瓶の口みたいな、なってますね。100年の孤独も売ってましたし、あと、100年の孤独の原酒の、なんだっけあれ。100年の孤独の原酒の、あれ、なんつったっけな？まあ、いいか。あれ、よくわかんないんだよな、ね。あれ、100年の孤独って確か度数40度ぐらいあるんですよ。あれ、麦焼酎のくせに。度数40度あるんですよね。でね。んで、100年の孤独の原酒らしいんですけど、なぜか度数が低い。25度の孤独、100年の孤独の25度の原酒のやつがあって、これ定価2900円らしいですね。100年の孤独。うん、あ、これあれなのか。ウィキペディア見たら。笑っていいともテレフォンショッキングで今井美希が、皇太子様がこれで晩酌していると紹介し、一躍有名になったって。一躍全国に有名になったって。これのせいじゃねえか。これのせいであれじゃないのか。これのせいでプレミア価格になったんじゃないのこれ。100年の孤独の原酒でググりますと。原酒でググると、確か、あ、なかなかですね。なかなかっていう、麦焼酎が売ってるんですが、こちらが値段2000円ぐらいだったんですよね。720ml で2000円ぐらい。まあ、それもプレミアついてますからね。まあいいや、乾杯。おぉ。おお、おお、でもよくわからないよな。なんで原酒なのに度数低いんだろう。でね、さらにね、謎なのがね、このなかなかっていう麦焼酎
が、100年の孤独の原種らしいんですけど、実はこのなかなかの原種もあるんですよね。つまり、100年の孤独の原種の原種があるという意味がわからん。島民なかなかっていう名前の、なかなかの原種を、あ、違う、ごめん、間違えた。原種じゃなかった。あれ？違うな。なかなかの原種を1年半眠らせてできた一品って書いてあるから、やっぱ原種の原種なんだな。度数が28度なんです。値段が 720ml で3000円ぐらい。なかなかの原種を1年半熟成させてできた麦焼酎。これどうなってるんだ？よくわからない。一体どういう原種の原種ってどうなってるの？まあ、ちょっと高いっすよね。なかなかも飲んでみたいですけどね。ちょっと高い。原種ってのがいまいちよくわからないんだな。原種。まあ元の酒ってことなんでしょうけどね。焼酎における原種と日本酒における原種と、あとウイスキーにおける原種とかって結構違うからね。加水してないものを刺したりとか、まあ基本的には加水してないものを刺すはずなんだけどね、原種って言ったらね。ウイスキーとかさ、全部あれ40度ってなってるけど、加水されて40度になってるわけだから。加水されてない、例えば日課のフロムザバレルとかね。ああいうのが原酒っていうわけで。日本酒における原酒だって、加水されてないものを言うわけですから。麦焼酎の原酒って定義が違うのかな？あ、なかなかは100年の孤独や島民なかなかの原種として大変有名です。だから。結局のところ、なかなかを何年も熟成させたのが100年の孤独、100年の孤独とかっていう話なのかな。やっぱ麦焼酎とかによって違うんですかね。あれがね。まあ、いいや。この缶の子ですが、うん。ぶっちゃけた話、俺、麦焼酎あんま飲んだことないんで、今まで飲んだ麦焼酎は、二階堂とイチコぐらいしか飲んだことないんですけど、案外、うん。ちょっとウイスキーっぽい。かな。うん。若干ウイスキーっぽいね。うん。で、ちょっと癖のあるっていうか、なんだろうな。まあ、麦の香りなんでしょうけど。うん。で、別にまあ、甘くはないですね。そこまで。芋焼酎に比べると甘くはない。のと、うん。まあ、いいか。缶の子で、ググってみよう。缶の子、薩摩酒造。二条大麦 100% を原料に使用し、単式蒸留による原酒をホワイトオークダルに3年以上貯蔵した琥珀色の長期貯蔵麦焼酎。長期熟成ならではのふくよかな香りとまろやかな味わい。ハイボールとかでも飲んでみたい。ロック、水割り、ハイボール。
ああ、ハイボールもいいかもな。ちょっとね、結構ウイスキーにちょっと似てるんですよね。似てる感じがするんで。うん。オークダル。缶の子。水割り。水割りもいいかもね。薩摩酒造。あ、この会社、白波の会社か。薩摩酒造。どっかで聞いたなと思ったけど。白波の会社だ。ああ。これはあれだわ。でかい会社だぞ。白波といえばもう芋焼酎の中で知らぬやつはいないぐらいの。もう、王道の芋焼酎ですか。本場、鹿児島の芋焼酎ナンバーワンブランドだって。うわ、白波の原酒とかもあるのか。へえ。でも、あれだな。これはハイボールで飲んだりすると美味しいかもしいちこよかは美味しい。これは間違いないですね。はっきり言うと。はっきり言って、いちこよかは絶対美味しいです。で、二階堂よかも、多分美味しい。うん。今まで麦焼酎の飲んだ中では多分一番美味しいですね。っていうか、美味しいっていうかなんか、深い味が。うん。ちょっとなんか癖があるんですけど、今までイチコとかに比べるとね。まあ、それもまた、よしなんではないでしょうか。そこにまだあれがあるから、二階堂があるんで、まあ麦焼酎っていうと結構やっぱりあれだね、原料が同じなのかわかんないけど、ウイスキーに結構似てるなっていうのはありますね。なんかすごいのがあるんだけど、今見たら。桜白波の、一斗瓶だって、でっけえ。1万8000リットルだって。違う、間違えた。1万8000リットルっていくらだよ。
ちょっと待って。18リットル。は、でっか。1万8000リットルじゃねえよ。18リットル。25キロだって。あ。でっけえ。くそでっけえ。すげえな。1.8 リットルの10倍じゃねえか。こんなんあるんだ。しかも値段がものすごい。当然だけど。あれ？値段が66,960円だって。なんだこれ。なんで10本分なのに66,000って。おかしいぞ。10本分なのに66,000円だと。なんか、割に合ってない。割に合ってないよね。一升瓶6000円ぐらいの計算なんだけど。たっけ。なんだよ、それ。そっか、白波の会社か。うん。じゃあ、二階堂と。これも度数は同じなんだよな。度数は同じですね。色が違うもん、大体。やっぱ熟成させてないのか、やっぱ二階堂とかって。やっぱり。熟成させてないから、色が透明ですね。そこが違うか。うん。うん。まあ、仕方ないな。熟成させてねえんだもんな。うん、やっぱ全然違うわな。うん。かなり、焼酎っぽい。ただの焼酎コールっぽい。ないなぁ。これはやっぱな。値段的にやっぱり。うん。二階堂、900ml で、900円ぐらいか。だいたい。うん。そんぐらいだもんな。しょうがねえか。やっぱ味がだいぶ違いますな。仕方ないけど。
でもやっぱり、麦焼酎か、あんまりあれかな。やっぱ芋焼酎の方が俺はうまいとは思うけど、まあ麦焼酎もまあ、悪くはないは悪くはないんだけど。あくまでストレートで飲むってなると、まあ、しょうがないっすね。やっぱり、熟成してないだけあって、これはあれだわ。きついわ。てか、ここの瓶に白波って書いてあるわ、ここに。やっぱり。やっぱね、これはね、ハイボールとかで飲むとうまいかもしれない。缶の子はね。やっぱウイスキーっぽい。口当たりが結構ウイスキーっぽいですね。初めの味が。ウイスキーっぽいな。まあ、3年熟成されてますからね。まあ、本来ウイスキーだったら4年とか。まあ、でも3年でもあり得るか。3年のウイスキーでもあり得るけど。まあ、さすがに。これはやっぱり熟成されてるなぁって味がするね。3年か。さすが麦焼酎で3年熟成は初めて飲んだね。これは、まあ、美味しいんじゃない？まあ、コクってほどコクも、甘みはそんなないかな。香りが結構強いですね。4344です。ご視聴ありがとうございました。